チャンネルアトリエ文龍は写真、光、色の実験場です。写真を撮る上で重要なことはいろいろありますが、光と色を十分に活かすことが大切であることは間違いありません。このためにはレンズを使わないで撮る写真と見えない光で撮る写真について考えてみることがとても役に立ちます。これらの写真はその写真自体で十分魅力的なのですが、写真の原点に立ち戻って考えると光と色についていろいろなことを教えてくれます。それではレンズを使わないで撮る写真のゾーンプレート写真と見えない光で撮る写真の赤外線写真を見てみましょう。最初は方形ゾーンプレートで撮影した文龍と虎の人形です。方形ゾーンプレートで見られる光芒が見られます。ゾーンプレート写真にはいくつかの特徴がありますが、これもよくその特徴を表しています。この写真は多肉植物のエケベリアのゾーンプレート写真です。ゾーンプレート写真の特徴の一つ、透明感が見られます。赤外線写真は必ずしも赤外線だけで画像を作り出すわけではありません。採用するフィルターによって画像を作り出す光の波長を選ぶので、その中には可視光を含むようにすることもあります。その場合もそれぞれの波長の光にどのような色を当てはめるかは自由です。例えば植物の葉はある波長範囲の赤外線を強く反射するので、これを意識して独特の色の写真にすることができます。レンズを使わないカメラであるピンホールカメラやゾーンプレートカメラおよび普通のレンズ付きカメラの動作を簡単に言うならば、図のようにピンホールは直進光、レンズは屈折光、ゾーンプレートは回折光を使って写真を撮っていると言えます。ピンホール写真を撮る時の光の動きを見てみましょう。被写体上の点から出た光はまっすぐ進んでピンホールを抜けると像面上に点を描いて像を作り出します。写真の元であるピンホール写真に導く伝承は遠い昔からありました。レンズを使わないで撮る写真、レンズレス写真としてよく知られているのはこのようにピンホール写真ですが、ここでは同じくレンズを使わない写真であるゾーンプレート写真に力を入れています。ゾーンプレート写真はピンホール写真よりはレンズ付きカメラによる写真により一層近い反面、独特な魅力的性質をいろいろと持っています。レンズレス写真は色とは関係ないと思ってはいませんか？そんなことはありません。ゾーンプレート写真は色収差の元となる波長分散の塊みたいなものなんです。この波長分散を利用して、あるいは克服する努力をしていくことで光についてのいろいろなことが分かってきます。同じ被写体をゾーンプレート写真と赤外線写真にしてみました。見えない光で撮る写真とは、ここでは赤外線写真と紫外線写真を指しています。目に見えない光によって写真を撮ることによって、色とは何だろう、
どうして色はいろいろな感情を引き起こすのだろうというような疑問が湧いてきます。写真を撮るときの光については物理学の研究対象としてよくわかっています。しかし色はそれに加えて生理学や脳科学、さらに心理学まで関係していて、学問的にも難しい研究対象でよくわからないことがたくさんあります。物理学の世界では光は波でもあるし粒子でもあります。しかし写真撮影の原理を考えるときには光は波であると考えれば十分いろいろなことが説明できます。見えない光による写真の特徴の一つは、すでに述べたように写真につけるべき色が決まっていないということです。可視光の範囲の写真の場合は、どのような波長の組み合わせの色は光はどのような色になるかはほぼ分かっていますが、ここで可視光以外の光も感じるようにしたとき、どのような色で表現したらいいのかは分かりません。ここではいくつかの表現を変えた写真を示します。縄文時代の世界を表したような大牛貝塚ふれあい公園の中に立っている縄文人の赤外線写真です。現在のところ、このチャンネルは赤外線写真およびゾーンプレート写真のスライドショー動画が中心ですが、すでに撮影したピンホール写真や紫外線写真を加えるとともに、これらの特殊写真についてのチュートリアル動画も追加していきます。最後までご覧いただきありがとうございました。レンズを使わず撮る写真のピンホール写真、ゾーンプレート写真、見えない光で撮る写真の赤外線写真、紫外線写真を対象にするアトリエボンリューをよろしくお願いいたします。